しちゃってた。で皆さんちょっと五木選手のスイングの特徴と、ね、イコールこれネイティブスイングのイメージというか、要素なんで構えてください。まずテイクバックでは、手を上げようとしない、クラブを上げようとしない。ネイティブスイングではクラブを振ろうという意識は全くないので構えてください。で必ず、はい、テイクバックゆっくり上げて、この時にグッと足の反動でグッと上がります。で手の意識がここでどうしてもついてしまうと、もうあらぬところへ行ったりします。一番上手いのはやっぱり人間ね、やっぱりプレイヤー手を上げようとすると、はい上げてこっち行っちゃう、こういうで、こういうのだと振ってしまうと思うから、さらに自分の意識でこう横にねしようとしてしまう。もう手とかクラブの位置っていうのは自分のそのタイミング、自分のもうナチュラルなネイティブなその体の方向に、行くので、まあもうトップというのはまちまちです。ですから当たり、形でこの位置で確認するということはありません。ただはい、絶対なってはいけないのはこの左手の手首ですね。これがよく、今まであるようにこういう状態で、これはもう絶対厳禁です。これはもう絶対手を使ってしまう、温床になる。あくまでネイティブナチュラルに、はい、じゃあテイクバックまで吸っていってください。はい、でここから、最も特徴的なのが、ここからクラブを下ろそうとはしません。感覚で言うと、ここで手は下りないので、はい、ダウンスイングしてください。こういうイメージですね。これ手でもう一回構えて、はい、テイクバックして、ここから手で下ろそうとするとどうなりますか？こう、さあさあさあ浮くんですね。手で下ろそうとすると、ここが止まったら絶対に、ね、浮いてしまいます。はい、上げて、もう一回正しく。はい、はい、こういう状態です。そうそうそう、自然に終わる。そうすると、この台座の感じ、腰がストンと落ちて、落ちきった瞬間に力がきますから、そのタイミングで自然にクラブが降りる。で、どうしても、いいボールを打とうと思ったときに、やっぱりやらなくていいって分かってても、クラブがこう出ていく。その感じというのは、それでライン合わせてしまうんですよ。でラインがこうクラブで出した時って絶対に球が曲がる。OK ですね。だから今ちょっとボクシングジムに行ってますけど、ミット構えてもらいました。ミット構えてもらったら、打ったらすぐパーンと引いてきますね。あんな感じでベラベラベラベローンって言うんじゃなくて、こうパーンって打ったら、ね、もうプレイヤーというのは、ね、ボールを打つっていうところまでしかコントロールできないので、フォローっていうのはイメージで出ても、ね、フォローでボールを運ぶなんて物理的には絶対無理です。はい、という感じですね。ナイスボール。こういう感じでいくと、全然そのクラブを振るっていうことで重きを置いてませんから、ネイティブスイングっていうのはボールをいかにコントロールしたいか、それが、まあ、最終的にはこういうボールを打ちたいかなっていうイメージだけでボールをコントロールできると。でスイングっていうのはもうクラブをこうああしたりこうしたりっていう、クラブをコントロールしてボールを打つということではないというふうに思っていただいたらいいと思います。じゃあちょっとあと2球じゃあパシッといい球打ってください。はい、フェイドしますか？打ちたい、うん、フェードはね、ストップ。フェードはね、もう絶対ここでもうこう来たらもうダメなんですよ、絶対。そうそう、ただ右へ出るからね。まあまずは左へ、はい、左へ出なければいけません。
はなりそうな球これがなんか、基本として惜しかった。まあ卵みたいなもん、フェードの卵みたいな。惜しくもない。惜しくもない。じゃあもう卵でもなんでもない。